はい、皆さんこんにちは。今日は令和6年5月下旬です。ここは東京都世田谷区共同です。目の前に映っているのが小田急電鉄の小田原線の共同駅です。こちら側が北口になりますね。北口、バス乗り場がある方でございます。ちょっと逆光になってるかもしれませんけども、北口、改札口を出て左側が北口で、共同駅の共同のコルティという商業施設ありますね。小田急 OX というスーパーマーケットとかですね、ロフトとか、とんかつ新宿サボテンとか、あとコルティではないですけども、スターバックスコーヒーもあります。改札出て左側にセブンイレブンがありますね。はい。でこの今映ってる駅の反対側が南口になるんですけども、南口は、まず共同駅前交番というのがありますね。交番、そして、三井住友銀行で農大通りというのがありまして、でその農大通りをまっすぐ行くと、当然東京農業大学がありまして、で、横に東京農業大学、第一高等学校と第一高等学校中学部というのがあります。はい。こちら側は北口ですね。改札出て左側は北口です。はい。バスはですね、梅ヶ丘とか希望ヶ丘とかですね、渋谷駅行きの小田急バスが運行されております。場所は東京都世田谷区共同で、電車は小田原線ですね、小田急小田原線の共同駅になります。そしてバス乗り場で他のバスの行き場としてはですね、先ほど言った梅ヶ丘、希望ヶ丘、千歳船橋駅と八幡山駅行きというのも走っております。北口ですね、バス乗り場がある方。今目の前に小田急バスの千歳船橋駅行きと渋谷駅行きのバス走っておりますけども、はい、これが北口です。こちら側が南口ですね。改札口出て右側が南口で、はい、共同駅の南口ですね。北所沢警察署、共同駅前交番とかマクドナルド、三井住友銀行とかあって、農大通りですね、農大通り、東京農業大学の方に行くものと、前にですね、ピーコックストアというスーパーマーケットあります。はい。これが南口の風景ですね。バス乗り場ない、こんな感じです。北口の方がバス走ってる感じですかね。はい。